おはようございます。勝則です。2024年10月6日5品目キャベツと豆腐のお好み焼き風を作っていきます。完全なお好み焼きではなくてお好み焼き風になりますので、最後まで見ていってください。お願いします。最初に材料ですね。材料はキャベツです。キャベツはめくって使ってますから、本当はこれぐらい大きかったのをめくってめくって柔らかい芯の状態にしてます。だから千切りにしたらすごくふわふわで柔らかくて美味しい千切りになります。で、豆腐、業務スーパーの激安豆腐ですね、これ1丁で、最後仕上げにかける鰹節と青さこですね。青さこで、味付けはお好み焼きソースを上からかけて、でマヨネーズもかけます。最初にまあまあキャベツの千切りなんですけど、内側の葉っぱ柔らかい部分しかないので100切りぐらいの厚みでも十分柔らかく食べれます。カッチャンカッチャン音が鳴って申し訳ないですね。下手くそなんですよね、実際ね、料理がね。食べるの好きやし、自分で体重管理したいから作って食べてますけど、実際にはそんなに料理はうまくないし、センスはないし、不器用やし、でもまあそれでも見た目気にしなければ自分で食べる分ぐらいは自分で作れますしね。こういう切り損ねたやつは手でちぎっても、ごめんなさい、音が耳障りですよね。ごめんなさいごめんなさい、待って、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、もうここであとはもう止めて切ります。ごめんなさい。時間はかかりましたが、一応千切り100切りできました。千切りキャベツ、これはね生で食べていきます。こっちの大鉢に入れてる方は生で食べていきます。理由は今日作ったのこれ一食だけじゃないんで、他にも作ってるんですけど、その時に出た炒め油とか煮た甘辛い砂糖とみりん、砂糖じゃわ、みりんと醤油のお汁とかを捨てるのがもったいないので、千切りキャベツのタレにして食べるんですね。ちょっとお恥ずかしいんですよね、炒め油を残った油を食べるとかタレの残りを食べるとかっていうのは、正直みっともないという気もするんやけど、どうしてもね、僕ぐらいの年でまあ3問値が下がるんですけど、戦争民防人の祖母に育てられたんですよ。両親共稼ぎやったので、祖母がまあ育ててくれたんですけど、まあ戦争民防人でものすごくまあ節約家の人で、皿をまあ舐めさせられるぐらい厳しかったんですね。箸のしつけとかはしなかったんですけどね、食べ残すことはすごく怒られたので、どんだけ高いものを食べても贅沢じゃないと。だけど食べ残すのは贅沢やっていうのが、まあもう俺しか覚えてないんやけど、うちの家訓なんですよ。なのでさすがにね、お皿を舐めるシーンは見せられないんで、舐めるんじゃなくて野菜炒めとか千切りキャベツとかで鍋とかお皿に残ったタレとか油をこそいで食べちゃうんですよ、実際の話ね。で、僕は食べた量を全てお教えして体重の変化をお伝えするのを主眼に置いてるので、こうやって鍋に残ったわずかな醤油とかみりんとかをキャベツでこし取って、で今回はお好み風なんで豆腐を入れて、ただのキャベツ炒めでは
動画レシピにしにくいのでね、してもいいんやけど、それでは別ジャンルの動画になってしまいませんか。節約ドケチ生活になってしまうので、今から変換もできませんやんか、 YouTube のそういうやつにもしようかなと迷ったんやけど、編集がねうまくできないんですよ僕の場合。なのでこういうふうに豆腐とキャベツのお好み風で、鍋の醤油とか油とかそういうのを回収して食べます。で、少量、ごく少量を小麦粉を入れて固めてひっくり返してくれはってもいいんですよ。で、卵を入れて固まるようにしてひっくり返してくれはってもいいんやけど、そこまでして別に固める必要もない、ひっくり返す必要もないと思うんですよ。味が一緒でスプーンで食べるんやったら、で、お好み焼きって名乗ってないですからね、お好み焼き風ですから。で、別にお好みじゃなくて、これが白あえ、焼き白あえやったら塩コショウの味で食べてもいいんやけど、一応今回はお好み風なので、厳格なダイエットをしているときは塩コショウで食べます。お好みといえども、お好み焼きソースといえどもわずかに糖質がありますからね。はい、これで、火入れは完成です。仕上げは味付けですね。濃い味、今回はお好み風なのでお好みソースをタラタラっと、ちょっとでいいですよ僕の場合は。好きに、味付けは好きにしてください。濃い味が好きな人は濃い味付けにしてくださっていいです。僕は薄味が好きなので薄味にしますけど、で、お好み焼き風でなければ僕はこれ塩コショウで食べてます。で、投稿、料理投稿するときはそうで、焼き白えにしますかね。マヨネーズかけて青さこを振って、色味から言えばね、紅生姜があればいいんですけどね、もしくはパプリカを入れといて、で、最後パプリカの赤いところをほじくり出して上に持ってくるかですね。うん、青さこで緑の色がついたから、まあまあマシか。で、かつお節、最後にかつお節を振りかけて完成です。豆腐とキャベツのお好み風完成です。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。うわ、かつお節のええ匂いがする。本日5食目キャベツと豆腐のお好み風いただきます。で、千切りキャベツもいただきます。で、料理しながら言ったんですけど、僕これ5年ぐらい自分のためだけに動画投稿してるんですけど、してたんですけど、生活のために食費の足しになるように料理動画を投稿しだしたんですけど、一番大事なのは何を食べたらどれぐらい体重が増える、どんだけ食べてもこの組み合わせとこの量やったら太らないっていうのを、まあ、見ていただきたいっていうのが、まあ、希望なんですよ。生活のために食費の足しにしたくて1000人目指してはいますけど、まあ、そういう気持ちはあるんです。だから恥ずかしいんですけど、こうやって炒めてフライパンに残った油、2食目、3食目4食目で作った
砂肝を炒めたり煮たりした時の美味しい肉汁とか油が残ってるんですよ。これを無駄にしたくない。美味しく食べたい。で、ご飯が食べる人はここでそのチャーハンにしたりとかね、ご飯にタレをかけたりしたらもったいなくもないし美味しく食べれるんやけど、僕基本ご飯食べないので千切りキャベツとかをこうやって食べてるんです。うん、美味しい。キャベツもともとの甘みにほんの少しの油、サラダ油と砂肝の風味と塩味、貧乏臭いとか汚い不潔やと思う人もいるかもしれないんやけど、もったいないっていう気持ちはね、どうしてもね残ってしまうんです。甘辛タレですね。これもかけちゃいます。ごめんね、しみったれて貧乏臭くて。あ、うまい。ああ。実はこのタレに砂肝のタレだけじゃなくて万願寺唐辛子を甘辛く炒めにしたタレも入ってるんですよ。リメイクというかリサイクルというか、今日一日作った料理のうまみが全部この千切りキャベツに集約されるんです。で、まあジジイがあのちょっとでも洗い物を楽にしたい、フライパンにこびりついた中途半端なあの小麦粉の乗ったやつ、あれをまあこそぎ落としておきたいという気持ちもあります。これでお気に入り登録減ったらショックやな。ああ、これはまあ後でしっかりと味を絡めてから食べるとして、こっちの感想も言わないといけませんね。まああのとんかつソース、お好み焼きソースの味が濃いから、あ、うまい、おいしい。まずくなりようがないですよね。からいりして豆腐崩して混ぜて上からソースかけてるんやから、素材の味とソースの味でまずくなるはずないですよね。うまい。あとまあちゃっちゃと洗い物してゆっくり食べて最後の一口再開します。ああ、美味しかった。お腹いっぱいやった。あ、今日はもう5品も食べられた。久しぶりに砂ずり、鶏の砂肝も食べれたし、美味しかった。最終お好み風。最後の最後でお腹いっぱいにするてんこ盛りのキャベツと豆腐。ああ、うまい。36センチのフライパンいっぱいですからね。カロリーはともかく満足感はあります。
ああ、おいしかった。ああ、幸せや。ああ、好きなものをお腹いっぱい食べれるっていうことは本当に幸せですね。おいしい。豆腐とキャベツのお好み焼き風完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。体重 54.9 キロ、昨日より 200g 増えてます。体脂肪率 10.1%、 基礎代謝 1326kcal、内臓脂肪レベル1、筋肉量 46.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6kg、携帯と T シャツとトランクスの重さを引くので 54.7 キロ以下やと思われます。食後の体重 57.4kg、 体脂肪率 10.2.0%、 基礎代謝 1362、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 以上です。